ウスティオ共和国は、ナムコのプレイステーション2用フライトシューティングゲーム、ACE コンバットゼロザベルコン王に登場する架空の国家、ベルカ連邦を構成する自治領だったが、財政難に荒れたベルカ公国が財政再建のため、1988年にベルカ連邦法を改正。それに伴い同年5月12日、独立を認められた。1995年、 ウスティオ領内に大量の天然資源が眠っていることが判明し、これによってベルカ軍は1995年3月25日にオーシア連邦、サピン王国、ウスティオ共和国に宣戦線布告し、侵攻わずか数日でウスティオ共和国は戦力と領土の大半を失う。壊滅的な被害を受けたウスティオ臨時政府とウスティオ共和国軍はわずかに残った。 山岳地帯を足がかりに外国人傭兵部隊を編成し、反撃のために、オーシア連邦、サッピン王国、ユークトバニア連邦共和国等と共に連合軍を結成し、再び領土すべてを取り戻した。首都のディレクタス市は39万の人口を要し、内陸の宝石と謳われることである。ディレクタス市内中央を流れるグレースケレ川に沿って五つの地区行政区域に分けられており、ビルなど、 近代的な建物のほか首狼を中心に、中世の面影を残す建造物も存在する。また、古くから優れた精密機器職人を輩出するなど、工業水準が高く自治領時代、ベルカの工業力を支えた影の立役者として、名を馳せた、ディレクタス氏のモデルとなったベルン氏、ウステオ共和国領北東部の山岳地帯に立地する、ウステオ空軍の基地。 陸路での移動が困難な立地条件が幸いし、首都ディレクタスとは異なり、ベルカ軍の侵攻は免れた。そのため、ウスキューリンジ政府によって反撃の拠点とされ、以来この基地を本拠地とする傭兵部隊第六航空士団が重要な役割を果たす。1995年4月2日に、ベルカ空軍の爆撃機編隊に接近されるも、基地北西の空域において、 基地所属航空隊により、撃退、基地への爆撃は回避された。しかし、1995年12月25日に、クーデター軍、国境なき世界の重巡航艦成機、XB-0 を中心とする、航空部隊に奇襲を受け、ベールカ、戦争開戦以来初めて大打撃を被った。ベールカ戦争以前は小規模ながら、軍隊を有していたようだが実態は不明。戦争中、 傭兵たちがた々集まりステてオの窮地を救ったとされている。その中でバレー空軍基地所属部隊が大活躍をしていた。ありがとうございます。